弁哲なる登場のもって申し上げ立て祭りまする。まずは第14回浅草子ども歌舞伎祭りにお招きいただきましたこと、新富座子ども歌舞伎一同身に余る光栄と熱く御礼申し上げる次第にござりまする。私どもの一座は中央区の新富町で旗揚げをいたしまして、おかげさまにて本年で16年歌舞伎座お膝元の子ども歌舞伎一座にてござりまする。役者は中央区の小学生、歌や三味線、お囃子は卒業生、お父さん、お母さん、そして近所のおじさん、おばさん、裏方一同に至るまで素人衆で務めますれば、おめまだるきところは幾重にもご容赦のほどお願い申し上げまする。本日の番組幕開きには義太夫寿七三馬奏、国土安泰天下太平五穀豊穣を祈り申しめでたく踊らせていただきます。続きましては三人記者巴の白波大川端行進塚の場、舞台はここ浅草と中央区にまたがる隅田川の川端、そこで知佐という同じ名前を持つ悪党三人がくしくも出会い兄弟の地理を結ぶという皆様よくご存知の名場面にござりまする。それでは浅草商店街いずれも様のますますのご発展をご祈念申し上げ、花のお江戸の新富座子ども歌舞伎何とぞごひいきを引き立ての報道を。隅から隅まで祭りまする。